演舞開演。どうも、本日はこちらの和風タレを使って、トンテリヤキを作ってみました。では、いただきます。甘辛いタレと生姜の程よい刺激が効いていてとっても美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録をお願いします。